この命捧げよう、君への愛だけが僕の生きる道だから、この命捧げよう。どうだった俺の歌？お嬢、最高っす。ありがたや。どうぞこちらに。素晴らしかったっす。素晴らしかったんですけど、俺たちお嬢の歌聞かされるためにここに呼び出されたんすか？女装男子オーディション受けるんだってな。どうしてそれを？ある人から聞いたんだよ。金子のためなんだって。はい、約束したんです。俺が勝ったらあいつ応援団戻るって。だから俺どうしても勝ちたいんです。甘いな。そんな甘い勝てない。ミオの彼方。お嬢さん、まさみくんにコーチしてください。お嬢もそのつもりで来てんだよ。本当ですか？ああ、金子応援団に呼び戻すにはお前が勝つしかないんだろ。だから俺たちも微力ながら応援させてもらおうと思ってな。アース。よし、早速練習だ。アース。この命捧げよう。こんなひどい歌聞いたことないっす。見捨てないでください。仕方ない、あいつ呼ぶか。いつもキラキラキララ舞です。歌が絶望的なら総合力で勝負するしかないだろう。そのためのアイドルの講師だ。え、お嬢が連れてきてくれたんですか？あ、っていうか妹さんだそうです、キララさん。え、手出すなよ。次やってみて。え、誰が？はあ、お前に決まってんだろ。さあさあ。まあまあかな。ですかね。よし、本番はこれでいくか。はい。ちょっと待ってください。どうした、ナッシュ？その色、正直言ってマサミンさんには似合いません。マサミンさんは黒の衣装よりも絶対この情熱の赤が似合うはずです。あー、でもな、マシュ、これはお嬢が選んでくれた衣装だからな。いや、マシュの言う通りかもしれん。確かにマサミンにはこっちの方が似合うような気がしてきた。ですか？でもこれだけじゃ足りません。キララさん、その金の鎖とあとこのバラのブローチもこっちにつけちゃいましょう。はい。あ、でも赤でいいんだったらこれでもよくね。ダメです、それストライプ入ってますし金が似合いません。よし、じゃあ攻めよう、攻めていこう、マシュ。それ攻めすぎです、赤じゃないとダメなんです。でもさ、ペアキッスはだってこういう衣装でしょ。だってそれスカートと繋がってないからおへそ見えちゃうかもしれないじゃないですか。そっか、攻めよう。だから攻めすぎなんです、ミキティさんは。じゃあこれはキララの寝巻き。キララの寝巻き。それじゃあマサミーさん、いきますよ、ミュージックスタート。ドキドキ、ハートがドキ、ビューワニドキ。
プミーヘルプミーヘルプミー。ドキ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 ハートがドキピュアにドキピュア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 キスピュアピュアキス。辞退するって何を言ってんの今さ。坂本雅美と金子俊のオーディションってもう終わっちゃいました。かなりいいわ。